はい、ということで、玉型1二飛車、2一桂3一玉3、前手が4一金、4二桂、とここはなんだ3四銀ですね。そして5一銀、5三角です。攻め方、1一銀、1四角、2二金、2四金、4三飛車ですね。そして4四桂、そして5四桂に持ち駒、銀と金が1枚ずつということで解説していきます。この金、ここにある金を取っ払いますので、4一角成から入りまして、同玉ですね、同玉で取りまして4一桂成、あ、4一じゃない、4二桂成ですね、4二桂成で、同じく金で取ります。同銀で、そして5二に金をします。ここに、桂馬がいますからね。でこれは取れないということで、こう、あ、3一玉ということですね。金がなんか逆になってますね、ごめんなさい。これ2二金と、はい、ということで、まあ、あの、多分止まってる動画ではね、ちゃんと直ってるかと思いますので、なんかおかしいっていうのはそこでしたね。3一玉、そして2三に、2三、3二に、あ、失礼しました。2三に、桂馬をこう打ちますね。桂馬を打ちまして、同銀ですね。そして3二に、3二にこう金を打ちまして、まあ、これは同銀ですね、同じく銀で取ります。で4一金と打ちまして、で、これは同じく銀で取ります。そして2二銀なる、で、同玉ですね。そして2三に飛車なりまして、1一玉で、1、2、飛車と、利用してまして、同玉。で、まあ、あとはもう大体予想つきますね。2、3、金、打ち、そして1、2、飛車、打ちまでということで、こちらで終了です。ご視聴ありがとうございます。